9年前の今日、海洋学研究所を開設しました。それから5年、皆さんにお祝いもしていただき、今日9周年を迎えることができました。今日に間に合わせたくて頼んでおいた部品が昨夜届いたんです。金電スイッチ海洋学研究所バージョン、作ってくださったのはシステムデザインラボの杉本よしみさん。無理を言って本当に申し訳ございませんでした。作業を続けていたらとっくに今日でした。こことここのこめかみにセンサーがついています。で、この装置から後ろへ送って動かしていると。この中に入っているので、じゃあバックしろ。左手右向け、伸ばしまっすぐ行け。はい、こんなに喋りながらでも自由自在にコントロールができます。いや本当にこれすごいかも。はい、帰ってこい。たくさんの子供たちの笑顔が浮かんできます。杉本さん本当にありがとうございます。よしと、うまくいきました。早速乗って試してみます。緊張しちゃって喋るの忘れちゃってますが、指とか頭でコントロールしているわけではありません。ただプールが浅すぎて底が当たってしまうので動きがどうしても鈍くなってしまいます。それでも筋電スイッチがこめかみに発生する筋肉の電位を感じ取り、信号として送り、その信号を受けた受信部がモーターをコントロールしている様子がお分かりいただけると思います。もう少し分かりやすくするために降りて喋りながらコントロールをしてみます。バック、皆さんのおかげで海洋学研究所開設9周年迎えることができました。レモンジーナで乾杯。そして10周年目に突入いたします。今後ともよろしくお願いします。